6分フライング、まあ実質は4分遅れてるんですけれども、ハッピー七夕。七夕ですが頑張って仕事しました。えらい。七夕休みはでも聞いたことないな。七夕って祝日なのかな。お話し会ありがとうございました。服部さんありがとう、ありがとうございます。みきやくんありがとう、ありがとうございます。部屋が31度あります。今帰ってきたんですけど、ただいま。ありがとうございました。暑い。今クーラーと扇風機をどっちもつけてます。ガンガンで扇風機の風。タイピアンさん会いたいギフトありがとうございます。そう、エアコンも扇風機もつけております。こんばんは。うどむさんありがとう、ギフトありがとうございます。暑いですわ。けんさん会いたい、ありがとうございます。七夕。うどむさんありがとう、ギフトありがとうございます。首振りにしようかな、よいしょ。音が鳴ってる。静かに回れないのかい。いけた。ヤスルパンさんジュースありがとうございます。暑いよね。ミキヤくん会いたい、ありがとうございます。とても緊張してうまく話せなかった。そう？そうかな。でも来てくれてありがとうございました。でも超高画質だったよ。なんかあなたはタイピーや。うどむさんありがとう、ギフトじゃないわ、かわいいギフトありがとうございます。かわいいギフト。扇風機がうるさい。とても緊張してうまく話せませんでしたって。まだ何年経ったら慣れるのよ。いいね、初心を忘れない。初心の気持ち。よいしょっと。同じくですって。あなたは電波が悪い。緊張度とかよりも。小豆島に久しぶりに行きたくなった。行っちゃいな、久しぶり。ホテルって電波悪いんよね。私がホテルから配信したら電波悪いじゃん。一緒です、はい、はい。焦るの出ました。そんな焦らなくていいのに。お話し会行きたいと思いました。来てよ、受付中だよ。お話し会。あ、そう、織姫感あげようとした。できるかな。お話し会来てよ。
奈良さん短冊ありがとうございます。あと 2,3 年したら会いに行こうかと悩んでいますって。何にその 2,3 年、 2,3 年って結構あれだよ。微妙だな。こんばんは。空気がうるさいよね。きゃー、彦様以上に久々話せた。え、あなた運転してない？ね、ワンちゃん泣いてるみたいですけど、ワンちゃんはまだいません。たまごサンドさん短冊ありがとうございます。ごきげんよう。ジュース買ってきた。今日のラテ、今日のラテ。運転してたらダメでしょ。やばい、バンサレンが怖かったんだけど。強すぎ。こんばんは。ラテ、キャラメルラテです。ね、それはね、よくバレんかったよね。いつバンされるかわからんかったから、もうドキドキだったわ本当に。ユンさん短冊ありがとうございます。短冊、そう、めっちゃドライブしながら喋ってるからさ、そう、びっくりした。甘くて美味しいですこれ。糖分摂取、甘い。風が吹いてます。こんばんは。コールドブリュー、うん、キャラメルラテ、キャラメル。コーヒー飲んでも寝れる。逆に飲まないと寝れない。どういうこと？なんか暗いよね今日、目が、目に光感じんか。かわいかった。そう、水色。目に光がないです。そう、飲まないと寝れない。やばい、今日コーヒー飲んでないから寝れないってなって、そう、コーヒーを求めてしまうの。やばい、今日コーヒーってなっちゃう。コーヒーを求めて。
今度何かが教育配信してくださいよ、スタジオを借りてでもいいのでって。そんな簡単なものじゃないですよ、スタジオを借りてでもいいのでって。アキアンさん、ジュースありがとうございます。こんばんは。スタジオってあるんかな、広島市町に。ドラムスタジオとか。いや、そう、簡単に言わんといてください。こんなまず楽器を弾くところからだし、スタジオを借りるところもだし、あの音楽の自作権的なところもだし、今日はプレゼントを2つ受け取ってきました。スタバのカフェモカ飲んでる？まだ空いてるの？スタバ。そう、軽く2つ。いろいろハードルあるんですよ。まず1つ目、ペホゲナさん、こんなジップロックあるんだね、縦長の。縦長ジップロックみたいな。で、ほげな。マイメロ。あ、パスタ入れ？なるほどね。マイメロの靴下と、千葉県のちいかわ。千葉？すごい。落花生。千葉県に行ったので買いました。千葉県。ちいかわファイルどこやったっけ。ちいかわ、ちいかわ。あ、あそこに立ててるわ。今回から1キラにしました。うさぎ、千葉県。イエーイ。多分埋まってないところ、あの辺は全く埋まってないから。千葉県ありがとうございます。千葉ちいかわ、ホゲナさんじゃん。一人からだった今日。沖縄、千葉川。え、沖縄のちいかわなんだけど、見て。沖縄一番難しそうな、沖縄、沖縄が手に入った。え、行ったの沖縄。ほとんど何もしていません。イエーイ。一番難しいと思われてた沖縄、すごっ。しかもなんか沖縄丁寧だね、こういう袋に入ってるんだけど、見て。沖縄が埋まったの超でかいじゃん、すごっ。シーサー、シーサーとちいかわ。あ、収納しにくい。確かにそう考えてなかった。え、できるでしょ。沖縄行ってるのすごい。これアナクー、空港パイロット、すごい、パイロットだ。空港限定アナ、初めて見た。
パイロットかわいい。ウサギだけで、ウサギだけ眼鏡サングラスかけて。生誕祭翌日に広島から那覇経由で羽田に帰りました。やば、これのために。奈良さん短冊ありがとうございます。キチネさんありがとうございます。すごく能力可愛いんだけど見て。それのためではないですって。お、これのためじゃん。しかも左右違うやつだ、珍しい。ほら、普通ちいかわちいかわなのにちいかわ8割れ、右左違うやつ、珍しい。チケットを取ったのはプレゼント開封前。なるほどね、違う用事もあったってこと。そういうこと、たまたま。すごくない、沖縄がさむずいじゃんってなってたじゃん。もう沖縄行ったら無敵じゃない、沖縄集まったら。嬉しい、無敵ですわ。あと北海道やな。シーサー、シーサー、あれ、沖縄そば食べたかっただけ。やば、あれはサーターアンダー、出が悪いですね。なんかピョンって出てくるんかと思ったらしなっと出てくる。こんな感じ、マスコット、沖縄限定。やっぱりステーキ、あれ沖縄のお店だっけ。やっぱりステーキ、なんかかわいい。シンサー、シンサーってこんな顔だったっけ。沖縄発祥だよね。なんか沖縄のアイスあったもん、ブルー。そうない時に沖縄のアイスがやっぱりステーキで食べれたから。何年か前に、沖縄のブルーシールを食べるにはやっぱりステーキって感じだったんです。ありがとうございました。ほげのさんからでした。あ、そう、愛媛にできてるけど、あれができる前からやっぱりステーキで食べれたんですよ。だからそう、沖縄のイメージめっちゃあった。ありがとうございます、嬉しい。私も沖縄行きたいな。そう、愛媛はでも数年前からあるブルーシールのアイス、食べたよ、あそこで。気持ちいいね。いや、沖縄はさ、ちょっと遠すぎるよね。行こっかって明日行く距離じゃないんだよね、なかなか。今暑いよね、しかも夏だもん。広島で暑いのにさ、沖縄行ったらやばいよね絶対。こんばんは。沖縄ね、そうやね。
玉屋がありました。玉屋有名だよ、今治で。美味しい玉屋のかき氷。暑いとは思う。暑いじゃん、絶対焼けて帰るよ私、沖縄行ったら。どうだろう、聞いてみようかな友達に。でも沖縄に友達いるの強くない？予定空いてるんかな。今は沖縄に友達がいるので。沖縄に行きたいんだけどさ、空いてないって。一回聞いてみようかな。今度、いや明日レッスンなんよレッスンぶっちしていこうかな。明日はレッスンなんですよ。沖縄出身の友達ならいる。ちょっと体調がって言って休んで、真っ黒になって日焼けして帰る。体調悪かったんかなって、黒くなってるから。顔色悪いよって、しんどかったんだねって。アラトレは変わらんよ。普通に四国のレッスンだよ、17の。四国です。僕の目に真っ黒になる。そうよね。三つ編みかわいい、ありがとうございます。四国は半年ぶりなんでしょ。私のところはでもまた新しいところだから、違うところ、葵さんのところでもなく、マイキューさんのところでもないので、また違う場所です。3つ目、こんばんは。そうなんだよね、だから動画見なきゃ。このあと夜、夜中に見て、明日だから。風吹いてるよ、ガンガンです。オフショル、オフショル姉さん、オフショルね。福野さん細いから似合うよね。オフィシャルはまだちょい早いかなって思ったけど、そろそろか7月。ノースリーブ、それだね。6月はまだ早いかな、まだ着なかったんだけど。
もうそろおもしろか。まださ肌出しをしてる方が少ないからさ目立つじゃん、肌出しとか腹出しとかさ。まだ少ないからちょっと、もうそろ、もうそろそろ、ね、金太郎の前掛けみたいなの着てる女子多い。嘘、見かけないんだけど。広島と愛媛は、愛媛は真夏でもオプションいないからね、あんまり。田舎なんで、田舎ファッションですよ。 T シャツにジーンズみたいな、ミニスカなんか履いてたら浮くんですよ。だから広島とは違うんやけんって言われます、お母さんにミニスカ履いてきたら。広島だと浮かないけど愛媛でミニスカはめっちゃ浮くんですよ。え、JK も長いよ、愛媛。膝下10センチとかですので、愛媛はミニスカはないですね、本当に。目立っちゃう。短いって屋台がねって言われます。こんばんは。ね、ミニスカはないよ。足出してって言われる。こんばんは。私の地元はミニスカ率が高い都会なんだね。愛媛はみんなだって、みんなっていうそういう可愛いさ服屋さんないんですよ。パルコとかないけんさ、エブリンとかナイスクラップもギリギリ、ナイスクラップギリギリあるけど、ナイスクラップですら田舎仕様なんですよ。北海道の広島にある可愛いワンピースとか可愛いお腹出しの服とかじゃなくて T シャツメインで置かれてたり、ロングスカートメインで送られてるんです。置かれてる。ミニスカはほぼない。ちゃんとその地元にあった服をメインで注文されてるの。そうそう、だから愛媛のナイスクラップはレッスン着みたいな感じの服です。そっちの方が売れるんでね、 T シャツ。こういうね、まあこれぐらいのワンピースはあるけど、なんかあんまり奇抜なのない。かわいい、なんかザラザラとか地域性あるんですよ。そう、ロング T シャツとか多い。だからちゃんと愛媛仕様だと思って、全然違うんですよ。妹面白かった？見てくれた？どこで見れるの妹って。愛媛の人怒る？でもそうだもん。GU とかで買ってるもん、服。ないんですよ。そういうなんか、パルコとか、マジでないんですよ。服屋さん。チコとかももちろんないですし、オリーブオリーブとかもないですし、ないんです。だから GU とか、ユニクロ。H&M とかです。服買うところといえば
GU、 イオンにある GU とかです。イモースは再放送とかあるんかな。告知されずに急に始まって終わったからさ、寂しいんだけど。そんなイモースさんのツイッター動いてなくない？止まってるよね。GU とユニクロは、ユニクロでもこの前行った。土曜日から推しの子とコラボするらしくて、 T シャツ怪獣8号ともコラボしてるし、そうユニクロ今結構惹かれた。アマプラ？アマプラの有料チャンネルさらにってこと？アマプラプラス、あ、そう、扇風機ナウ。うるさいですかね。もうちょっとでも今やっとね28度まで下がりました。家帰ってきた時に31だったんですけど、28。その2つは避けましたって。どの2つ？推しの子と怪獣8号。ユニクロはさ、その流行りとコラボした T シャツが出るから面白いよね。いろんなのとコラボしてる。いろんな流行りのアニメ、コナンもあったね。コナンとかもサメ猫とか。かわいいです。ユニクロ T シャツペラペラ。まあ安いしね。安いけん、レッスン着とか、部屋着とか、ね、寝るときとかめっちゃいい。夏、それ一枚でいいじゃん。ペラペラだから。薄い。涼しい。夏の服もユニクロの T シャツでいいやろ。1500円ぐらいだし、ユニクロの T シャツ1枚でいいじゃん。ユニクロ T にズボン、ジャージ、それでいいよ、マジで。こんばんは。今美術館のやつともコラボしてて、美術的な T シャツとかもある。美術絵画この前行ったら面白かった。アロハ T シャツ着てるイメージあるわ。こんばんは。そう、美術の絵のやつ、たくさんの絵の中から投票で決まった何点かが T シャツになったやつ。お母さんがやるの好きでね、連れてかれた。その美術の T シャツ見たいって。絵画、絵好きなんですよね。ユキリカの T シャツもだいぶヨレヨレになってきました。そうだね、4年ぐらい。そう、絵が好きなんですよきっと。クリームとね、玄関先にある。
無地の服よりも絵が描いてある服がいい。T シャツ？ T シャツはそうだね、絵が描いてる方がいい。こんばんは。柄割りの方が好きかも、服は。無地はあんま着ないな。行ってみたい美術館。え、詳しくないからな、美術館。でもお母さんが大塚美術館に行きたいらしくて。言ってる。最近私もでも改めて大塚美術館は行きたい。結構すごいんですよ本当に大塚美術館。ね、屋根が全部、屋根全部が絵になってるんですよ。それが一番印象的やけど。尾道の美術館、ディズニーのなんかやってる？ね、見たよそれ、この前行った時。大塚美術館もすごかった。大きいんですね。そう、尾道最近お母さんと行ったんですけど入らんかった。ディズニーでしょ、だってディズニー乗せれんしさ。そんな、めっちゃなんか興味があるわけではないから。美術館の前までは行ったけど、そんなに。せやな、ね、でも大塚美術館は高校の遠足で行ったんですよ。すごいよね。ゆうすけくん短冊ありがとうございます。遠足で行くという。愛媛なんでね、近いんかな、あんまり記憶にない。バスの中とかは愛媛から。そう、遠足遠出なんでね。遠足、遠足で松山行った。遠足ってバスで行きがちじゃない？なんか遠足って言いながらめっちゃ遠いじゃん。こんなところ行ったんだ。橋か、橋やん。でもバスの記憶が一切ないんだよね。母と行ったことないんなら誰と行ったんだろうって。でもこれね、公演の MC で喋ったんだよ、ツアーの、ツアーの MC で喋ったんだよ。遠足、覚えてる？写真もあるけどさ、制服着てるからね、見せれないんだよね。美術館の記憶はめちゃくちゃあるけど、バスの記憶は一切ない。だから美術館は記憶にすんごく残る。バスは1ミリも記憶にないです。誰の隣に座ったかもわからんし、何したかもわからんし、寝たかもわからんし、マジでどうやって行ったかもわからんけど、バスぐらいしか。だから美術館は鮮明に残ってるからすごかった。高1だから今から8年前ぐらいですけど、8年前、19歳、違うわ、15歳、
16歳の頃ですけど、美術館の記憶はめっちゃある。すごかった。修学旅行とか遠足のバスの記憶ってないよね、あんまり。全然ない。何時間もあるはずなのに、5時間とか。わ、今壇上のタイピーエンのアバターが変わった。三金取ってってる。あ、何日か前のツイートの綺麗なアジサイは、あれは東京かな。リアルお話し会の日の前日の夜だから、なっちゃんに撮ってもらったやつ。東京です。もう見れないんじゃないかな。偉いね。でも他の人行くたびにアバター変えてるってこまめですね。こまめ。マメな男ですわ。キツネさんハートありがとうございます。夏っぽいお菓子。母からもらった。夏っぽいお菓子。乗らないな。和菓子が入ってそうよね。焼きドーナツ。焼きドーナツとクッキーだ。天の川全然見えん？マジ？今日は見てないわ。見えないの？日持ちしなそう。マジ？焼きドーナツってさ結構もつくない？クッキーとか焼きドーナツって持たんのかな。うドーナツ食べた？早。もちもちやったくない？もち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 。焼き菓子って結構持つ気するんですよね。そう、焼き菓子。溶けた溶けた。3つ。アイシングクッキー。8月3日。ヨーヨーの形かなこれ。ヨーヨー夏。ヨーヨー好きなんですよね。ヨーヨー釣りしたい。クッキー8月3日花火の日だ。ヨーヨー8月3日こちらもマーブル焼き菓子。8月3日焼きドーナツ。8月3日長いわ。1ヶ月ぐらい持つ。すごっ。
8月3日、全部8月3日でした。ということでまだ飾っておけます。閉じましょう。めっちゃ持つわ。飾りましょう。こんばんは。リボンいけるよ、綺麗に。ほら、いけたでしょ。まあ多分明日ぐらいに食べるわ。今はちょっとお腹いっぱいだけど。あ、でもこれ飲まんのんですよね。ギリだからさようなら。黄昏さんかわいい、ありがとうございます。明日ぐらいに食べるわ。今日はね、夜焼き鳥をね食べて帰ったんですよ。私から焼き鳥臭しそうだから、ルームのあれを巻いています。ルームなんだっけこれ。メゾンドライラのノースリーブワンピでめっちゃ可愛いのあったけど、何ウエスト62、72じゃ無理だよねって言ってる。あ、バストね、びっくりした。いけるでしょ、わかんないけど何センチか。ルームフレグランス塗っといた。焼き鳥酒、焼き鳥を30分で食べたんですよ。すごくない？なっちゃんと。ささっと焼き鳥、ささっと焼き鳥しました。ささっと焼き鳥。無理でしょって。切れる、切れるもん。絶対切れるよ。服部さん短冊ありがとうございます。何食べたかな、ももとあとネギバンバン。30分、40分ぐらいで食べて、配信あるから。え、でも40分、マジで30分、40分です。帰ってくる。あとコンビニとかも寄ったから、ちょっと遅れたけど、全然間に合うぐらいで。文吾さん、ありがとうございます。ネギバンバンと、うずらと、おろしなんとか。まあ いろいろ焼き鳥臭するか。なっちゃんと長時間は辛い。違う、配信があるからささっとちょっとサクッと焼き鳥行こうみたいな感じ。サクッとサクッと焼き鳥です。ラーメンみたいな感じで、ちょっと時間あるけんサクッと焼き鳥食べて帰ろうみたいな感じです。だから今はお腹いっぱいなの。だからお菓子は食べれないけど、明日ぐらいに食べる。焼き鳥丼食べてない。焼き鳥丼、米頼んでない。ミヤリンさん短冊ありがとうございます。レバー、白レバー、白レバーとかあるの。白、焼き鳥とか行った後は自分から焼き鳥の香りがするからさ、しばらく嫌になる、お腹いっぱいなのにさ。
扇風機消した、扇風機止めました。もうお腹いっぱいで焼き鳥屋を出たのに、しばらく焼き鳥の香りがついてくるからさ、やめてって感じ。ネギマ食べてない。アルバムの写真誰が出たっけな、カスミンとアリちゃんだかな。鳥の希少部位はやだ、私鳥苦手、これ苦手なので。こんばんは。カスミンといえばカスミンさんが結婚されましたねって。そうなの？今日？知らないそれ。びっくりしました。知らないなそのニュース。クイズドックの人わかんないな。メロンパンさんハートありがとうございます。そうなんだ、知らなかった、全然入ってきてないよそのニュース。ツイッター見てないんかな、トレンド、トレンド、スリッパ、スリッパってない。今トレンド見たらスリッパって入ってるよ。 J-POP のトレンドなんだろう。わかんない、スリッパ、そう、ツイッターのトレンドとか見てなかった。今日ツイッターそんな見てないわ。トレンドのスリッパ、スリッパ卓球したい、え、したいしたい。スリッパ、七夕の夜は水玉ドローンショーやって、何これ、カルピス、七夕の夜か、
はるゆめさん、星ありがとうございます。星は見た？みんな見えないよね、都会に住んでたら。なおさら愛媛でギリだったからな、広島なんて見えないんだろうな。スケスケ涼しそう。そう、涼しい。スケスケ。天の川は見えなかったです。星は見えたけど、そんな川っぽいものはなかった。星はたくさんあったけどね。川はなかった。夜になってまだ外に出てない。引きこもり。なるほど、皮食べてないな、焼き鳥で。三途の皮。焼き鳥はもうお腹いっぱいすぎて喋りたくない。お腹いっぱい、なんかお腹いっぱいすぎて最近苦しいんだよね。ご飯食べたいけど、食べた後のこの苦しさが嫌すぎてめっちゃ後悔する、ご飯食べたことに対して。でも食べたいけど、食べた後のこの苦しさにもうめっちゃ本当に嫌になる。昨日も食べた後にめっちゃ後悔したんですよ。程よくやめたらいいんか。お腹いっぱいまで食べなければいい。いや、胃が苦しいです。お腹いっぱいで苦しいね。8分目じゃちょっと多い。時間経ったらお腹いっぱいになるじゃん、8分目って。7分目、6分目ぐらいでやめなきゃ。なんでお腹いっぱいまで食べたんだ、めっちゃ苦しいって思っちゃう。寝れないし、しばらくお腹いっぱいすぎて横になったらダメです。6分目ぐらいでやめなきゃ。もう後悔するもん、なんで食べたんだ。でも食べなきゃ気が済まんから。夏はあれと思うかな、ウィダーインゼリー。食事をウィダーインゼリーとかにしようかな。見習います、見習いたまえ。後悔だらけ。そうなのよ。部屋がだいぶ片付いたよ。あとゴミ出すだけ。昨日掃除して今大きいゴミ袋5袋ぐらい。でもまだゴミの日じゃないので出してなくて。大きいゴミ袋5溜まりました。すばらー、すばらしい。いや、まだミニマリストにはなってないけど。広島のトリケラトプスも膨らまそうかな。愛媛のこの前膨らましたけど、広島のトリケラトプス。断捨離進んでる。わ、リアルだな。愛媛のは可愛らしい感じだったけど、リアル見て怖い。顔が怖い。自立しないかも。自立しない恐竜だ。これでやる。リアルトリケラトプス。のかなこれ。
ラモは今日やる元気ないのでまた今度にします。あれ地道すぎない？こんなもんのか。でも膨らんでる。あ、パズルは組み立ててるよ。追加は僕の前にプライベートで。そうやね、スカイ売ってないや、見せてないな。テレビ台に疲れた。そう、テレビ台にある、テレビ台にチーカワが今いっぱいいるんですよ。テレビ見よっても下のチーカワが気になるぐらいチーカワがいて、空気意外といるね。息の方が早いんじゃないこれ。になった。まだここが、ここがまだか。もういい？来たー。空気いっぱいになりました。疲れた。運動だ。頭足りてるよ、ほら。いけた。自立はしないかもね、これ。足がこうね。貼り付けよっか。魔法のガムテープ。意外と何？小さい？じゃん。ちょっといかつくない？やっぱり。目が。まあいいやん、これで。狙われるシーサー。見て。恐怖のあまり目が飛び出しそうね。怯えてる顔してるよ。やばいってシーサー。魔除け、魔除け。昨日 TVer でホラー番組見たんですよ。最近あったやつ、なんか心霊写真とかのやつ見た。誰か、誰も見てないよね。そんな話一回も上がらんかったから、ショールームで。最近あったっぽくて、バラエティ番組の上位にあったから見た。心霊写真とか心霊スポットとかのやつ、まあ見ないでいいと思うよ。久しぶりに見た。あと見れない話したっけ？それやっけ？わかんない。昨日 TVer で見た。これお父さんの遺伝です。
お父さんも一人で自分の部屋でホラー番組見る人だから、こっそりこのね血を受け継いでます、父の。いや、シャワー浴びた後に見たけど、寝る前に。全然怖くない。あと今は新ドラマが始まる時期だから見るなら今なので、ドラマでも見ようかなと思って TVer つけたらそれが気になってそれ見ちゃった。そう、今1話、ドラマが第1話の時期なので。新ドラマ何があるんやろ。新ドラマでも見るかなと思ったらバラエティランキング上位の心霊のやつに気になってそれを見た。眠たくなってきた。ね、何やってるか分かんないや、ドラマ何やってるんだろう。まあいいや。眠眠だよね、眠いよね。いい枕だわこれ。いい枕。うわっ、怖っ。破裂する音聞こえた。私風船苦手なんですよ。やめてくださいね、破裂とか。破裂。いい枕、ほら、ぽよんぽよん、ぽよんぽよんです。しかもスイカゲームのスイカをこの何背中の背もたれにしてるから快適。ほら、柔らかいスイカ。スイカゲーム、あ、潰れてるわ。ちょっと潰れてる、見て。スイカゲームのスイカが、見て、円じゃない。わかる？潰れてる。丸い円なんですけど、普通はこれ背もたれにしてます。よいしょ。大変気になったスイカ。ぴったり。潰れたスイカです。眠たくなる。ブランケット、ブランケットいらないな、暑い。部屋が26になった。快適快適。そういうスイカもある。なんか正方形のスイカあるよね、綺麗な。おつかりんで、おめえもにふたまどしてるな。おつかりんじゃねえよ、さやかり。今めっちゃ配信してるね。
下窓なら良き。え、あなたはサラピですか。こんばんは。みんな配信してるもんね。あ、でもそんなにか、言ってそんなに。ユニカ。皆様お忙しいですねって。配信してるメンバー多いと思ったけど8人ぐらいじゃない。意外といなかった。もっといるわ。14人ぐらいか、15人ぐらいだ。確かに15人って結構いるか。30何人のグループだって半分ぐらい。15。ゆきりかを3窓、素晴らしい。2端末にゆきりか、それはめっちゃ素晴らしい。ゆきりかだらけ、2窓。ゆきりか2窓はすごいです。プロです。ね、15人が配信してる。すごい。明日月曜日か。頑張ろう、今週も。端末によって時差がある。水曜日に会えます。花誰、花は誰のもの。時差があるから見逃してももう一回ね。二窓ですって知ってるよ。ユーナのとこ壇上1位にいたじゃん。今月は公演行けなくてすいません。全然いいよ、遠いし忙しいので。また待ってるよ、来月四国公演で会います。そう、さっき15人配信してる時にチェックした。水曜雨？もう本当？晴れるよきっと。花だれあるでしょ。花だれ 55% ぐらいなら晴れるよ。と晴れるよ。晴れる晴れるかよ。あ、二窓でユキリカ見てるの？なんじゃそりゃ。いる？二窓私。10日遅刻する？あの誰？ナモさんとサコちゃんとか私とか。なんもない腹だれは久しぶりです。花は誰のものでもない。前回は私のもの。
俺のもの、俺のもの。キツネさんハートありがとうございます。ジャイアニングさん、花は俺のもの。熱帯夜、暑い夜って涼しいんかな今って。ヤスルパンさん短冊ありがとうございます。熱帯夜、夜は涼しいのかな、暑いのかな、激アツですか。やだね。蒸し暑いのか。やだわ、それは。部屋は寒いですが、外は暑そうって。めっちゃクーラーつけとるやん。部屋は寒い？私も25度になったよ。超快適じゃん、25度。クーラー何本で入れてるみんな。私は 24.5。 24.5。 トントンさんハートありがとうございます。 22？ 低くない？それ部屋が広いってこと？それとも暑がり？こんばんは。24、あ普通だね。27？厚め。27でいいの？24ぐらいだよね。私も 24.5 です。 0.5 刻みになるんですよね、これ。いいでしょ。大ピエンさん、あわありがとうございます。だいたい 0.5 刻みになるっけ。 0.5 ずつ。2部屋冷やしてます。なるほど、大変それ。部屋が広かったらね、下げんといけんね。普通刻めるか、 0.5 ずつ。じゃあ普通か。じゃあ今日は半ぐらいに終わろうかな。半、23時半。ここのは一度刻みだよね。一度刻みのもあるよね。実家一刻みかな。実家一刻みな気する。だから広島が 0.5 刻みで、0.5 だーって。1刻み出すだよねー。私のここは 0.5。 風ナイスとかあるんやけど、何風ナイスって。風ナイス、どう思うね。風ナイスナイス。風ナイス。え、風が当たらんようになるの？そんな機能あるの？すごくない？風がナイスってこと？すごい。かわいそう。
そんな機能あるの？すごくない？いいなって。風当たりたいよ。風ないすとは風が直接体に当たりにくくする運転。本当だ。私のと同じメーカーっぽい。でも私は別に直接当たっても平気な人だから、全然直接当たってもらって。風は分かんない。何だい。ダイキン、あ、これ見たらいいんか。ダイキンだわ。わ、反射してる配信画面が。でもこれはついてたんですよね、元から。元から設置されてたやつなので、別に私が買ったとかではない。ついてたやつ。風マックス分かんないよ。あんま何も触ってないよ。冷房しか触らん。特に何もタイマーもあんま使わんし。備え付けです。備え付けられていたエアコンなので。私もついてたやつね。ついてた。そう、パズルできてる。また今度見せるわ。テレビんとこ置いてるから。じゃあ終わろうかな、そろそろ。今日も今日とて七夕でした。今日はあんまり七夕感ないですけども、実家にシールも置いて帰っちゃったので、オリ様とヒコ様は会わず。ヒコ様と合わせてあげられなかったですね。皮が挟んでる。皮っていうか占いあんまり見ない、信じないタイプです。ということで男女読みます。13位ヤクン、12位ムネヒロさん、11位コーヒーさん、10位アキアンさん、9位ひとしさん、8位ハルユメさん、7位キチネさん、6位ミキヤくん、5位タイピーエンさん、4位ケンツーさん、3位ヤスルパンさん、2位ハットリさん、1位ウドムさん。ありがとうございました。ワイが飛行士違うよ。会いに来てくれないと飛行士だったらダメだよ。ってことでポイン。はい、ということでおやすみなさーい。ありがとうございました。お話し会明日から月曜日も頑張ろう。七夕祭りとかあるの？いいね。いいじゃん、そういうのいいね。ということでおやすみなさーい。おやー、おやすみー、おやすみなさい。